てまいりました大宮探検同好会でございまして、夏といえばこちらからスタートしたいと思います。朝方もね、あーだもう帰るわよ、ひげ生えてきちゃったから。さあ夏の風物詩やってまいりました。今日も隊長呼びたいと思います。隊長よーし、一人でーす。いや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 いどこっすか、どこ。今日は稲刈りの作業か。稲刈りですか。ディープな大宮じゃないですか。いや、違う違う、今日は子供たち、障害のある子供たちがいるところに今日はちょっと取材行こうかな。なるほど、うん、あー、その子たちも頑張ってるぞってことを、そうそうそう、我々がね、お伝えしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、それではタイトルコールの方からいってみたいと思います、はい、大宮探検どこかい。横外れの雨、うまくいかない日ってこんなもんだろう。どこかで聞こえる時代遅れの歌も、こんな気分にはやけに溶け込む。作業っていうのは本当に職人を雇って、職
将来のある人と一緒にやっていくっていうのをしている。それがまたですね、今度はその職人たちが地域に帰っていくと、はい、僕たちや障害のある人たちの働く場所を支えることができますよっていうことになってきて、法人の利用者だけじゃなくて、地域で障害のある人が活躍できる場所を増やしていけるっていう意味です。質問というか、いろんな聞きたいこといっぱいあるんですけど、時間の問題があるんで、唯一締まらさせていただきますけど、うん、理事長怖いですか？あえてコメントさせて。ジペン理事長、その、なんか集まられてますけど、これ今ない？はい、今日はこれからですね、リトミック体操がここで始まります。週に1回ですね、村田先生がお越しいただきまして、はい、みんなに体操を楽しんでいただく。僕らもしよければ、はい、ちょっと参加させてもらって、はい、ぜひご一緒に踊っていただければと思います。ゴーゴー、始めましょう。始めましょう。はい、今日も頑張れ。内臓をついて、ちぎんで、伸びて、ちぎんで、でかい。Thank you.
たら行き過ぎちゃう。ただまっすぐに君に